墨田区立本所中学校は、東京都墨田区、遠く曲がった三丁目にある区立の中学校。1947年、旧東京都立本所工業高等学校内に開校した。1948年に校舎の改築が完成し、現校舎に移転した。柏の精神を持ち、国際社会の中で活躍できる心豊かでたくましい、生徒を育成する。 人権尊重の精神を基調とし、生徒一人数とを伸ばす本所中学校をただし、墨田区は学校選択制度を導入しており、学区外の生徒が通うことも学区内の生徒が他校に通うことも可能である。本所中学校では、生徒が体罰を受けたとして掲示板に書き込みをし、生徒三人が転校、体罰をしていたとされる男性教諭二人が定年退職、 他校へ移動されるという体罰問題が発生した。現在の学校運営状況下このような体罰問題は発生してはないが、学校内では徹底した管理教育を実施し生徒が問題行動等を起こさないような体制を構築している。人権尊重の精神を基調とし、生徒一人数等を伸ばす。との教育方針としている。上記の体制により表面上は、 問題行動を起こす生徒は極めて少ない。万が一問題が発生しても組織防衛が優先される土壌があるため、問題行動を起こした生徒及び家庭に対して責任を転嫁する傾向が見受けられる。教師は生徒に対して威圧的な指導は控えられている。生徒を通じて保護者からの反発を避けるために抑制的になっている。 集団規律を重き置いているので個々の生徒の性格や人間性は軽視される状況が見受けられる。学習指導力は区内公立中学でも上位に位置する。比較的学力の高い高校への進学率が高い。学力向上を主眼とした場合一定の評価が与えられる。その一方で管理された体制に子供が順応の可否によって学校の総合評価の可否も決まる。 ありがとうございます。